Welcome to 沖縄メンソーレ沖縄ハイサイグスヨーチューガナビラエコム三振広め隊のウイタヤイビン。今日の沖縄気温は18度、昨日が13度だったんで18度というとポカポカ陽気に感じます。全国から寒い寒いと言いながら沖縄のぬくもり暖かさを感じてますと言いながら写真を投稿したり、三振の音色が全国の至るところから、投稿されてましたね。この前私の動画にチャンネルに、ウイタさん、冷やみかち節投稿してください、動画アップしてくださいというコメントが入ったのと、あと最近、三振コム三振の舞台の仲間たちが、三振始めてまだ1年未満の人たちが一生懸命冷やみかち練習してますっていう投稿動画を見てですね、ふとそんな楽しい練習に誘われて、映像に誘われて、私もふと冷やみかち節を弾いてみたくなりました。なんせ三振練習してですね、楽しい夢中になったっていう曲いくつかあるんですけど、その中の一曲が冷やみかち節だったんじゃないですかね。ここ特に下段の方ですね。よさそう、チーハワチー、ここの部分をもう何十回何百回練習したことか、何十回じゃないで何百回練習したか、俺の手はいつまで覚えるんだ、何回弾いたら覚えるんだっていう、こんなイメージで練習してましたね。頭が悪いとか覚えが悪いっていう感じじゃなかったですね。それと同時に、最近私がちょっと意識してるのが、耳コピーっていうのはもう皆さん、ある程度1年ぐらいやったらチューニングができたり、音を聞いて耳コピーができたりしますけど、目コピー、例えば楽譜をですねパッとアイキャッチ、カメラで言うとアイキャッチですね、スクリーンショットみたいな感じで目コピーでパチッパチッっていう、その意識で楽譜を見ると割と覚えると思います。早くよく楽譜を見ないといけないって、覚えが悪いって思い込んでる人がいますけど、違うと思います。目コピーでピッと、スクリーンショットするようなイメージでやると覚えると思います。あと三振って大切なことは、覚えが悪いってインプットしないことですね。私ほど覚え悪い人はいないと思うんですよ。私はそれでも自分は覚えが悪いとは思わないようにしてます。俺の手はいつまで経ったら手が覚えるんだっていう、そんな感覚です。手が覚えるっていう感覚ですね。成り立ちるうちな宝島でもぬくくるうちあわちうたちみそり、私たちが小さい時、冷やみかちっていうのはどういう時に使っていたかっていうと、冷やみかちっていうと目を覚ませとか立ち上がれとか、起きれ起きろと、起きれ起きようという、起きてっていうような、意味なんで、学生の頃特に高校生の頃、ああ今日は学校来たかな、もうよーしずる休みしようかな、寝ようかなって朝もうっていう時ですね、そんな時に限ってお袋が、竹の棒起きれって、ああ眠いとか言って、今日は午後から学校は午後からって嘘ついたら、冷やみかせ冷やみかち起きれとよく言われたものです。冷やみかち武士、冷やみかちイコール母親がのアラームを思い出します。うつづきさびら、元気を出せ、冷やみかち節、立ち上がれ、冷やみかち節、元気を出せ、目を覚ませ、立ち上がれ、冷やみかち節、三振、カモン、よっ。三振、本番中だよ、本番中、下。腕を組み歌おう、喜びの歌おう、僕らみんな明るい日本の子、三振本番中、沖縄の子、本番中だよ三振本番中、ひや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 、ひやみかちうきり、ひやみかちうきり、雨本番中だ、三振本番中、本番中だよ三振、カメラはちだよ、何かちょうどうちな宝島でもね、
しみそりきよきよ、ちょっと間違ったきよ間違うね、久しぶりに弾いたら間違うね、本番ぶつけダメだね、よっ。1ヶ月も何ヶ月も2ヶ月も練習しないと間違うってことがよく改めて分かりました。昔だったら NG で、もう1回取るわけですよ。そんなのが私にとっては三振のいい練習になりましたね。三振本番中だよ、ひやみかち節練習してる松尾さん関西の松尾さん、楽しんでやってください。でも本当に三振の練習にプラスこうやって映像を撮ると今は緊張しませんけども、間違っても恥ずかしいと思いませんけれども、前はもう三振引くイコール緊張っていう感じだったんで、笑顔が作れませんでしたね。だから、練習しながら一人だけど緊張する練習はこうやって映像に残さないと緊張しませんからね。あとそれと、いつか時間がある時にまとめようと思ってるのが、もう三振引いた頃の自分の映像、今少しずつダウンロードしてるんですよ。それをまとめて、2009年から始めましたから、2009年の1年間とか2010年の1年間とか、そんな感じで記録にさらに残そうかなと思ってます。そんな感じで、日がまた照ってきました逆光になりましたけど、また野菜三振の名前みんな知ってるよ。三振の名前みんな知ってるよ。挨拶してから三振、はい三振、皆さんにハイサイ挨拶、はいって、じゃあまた野菜またやさ、オッケーオッケーオッケー、回り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 が終わったわけ、遊びに行くよ。皆さんこんばんは、はじめまして、ナイスミーチュープリーズコールの上田、年は取ってますけど実は学生なんですよ。で言うとどこの大学って言われるんですけど、沖縄三振大学1年生、ご存知ですか皆さん、恩納村にあるんですね。はい、また真剣な顔して、嘘最近は三振広め隊員っていう、勝手に自分で作ってるんですよ、始めたばっかりなのに。インターネットで三振を広め隊員と検索してください、こんな顔が出てきますので素敵な三振の私の師匠、1週間ですかね、1週間前にちょっと教えてもらったばっかりで、なんですが、トナキさんです、はい、はい、拍手。音楽に対する意識もどんどん変わって、いろんな音楽にもジャンルにも入っていくような形になったんですが、
けどね、まあ、僕らはねプロとしてやってますからね、ちゃんと演奏できないといけないですけど、ウエタさんの方にもね、あのウエタさん違うよ、楽しいが一番だからって言ってからね、やりましょうって、もう全然僕は下手くそだから人前でできないよとかって言って、いやいや自信持ってやりましょう、僕手伝いするからって言ってからやり始めたんですね。そんなわけでね、三振のトーリウムの曲やるんで、さっきからこっちでね二人で練習してるんですけど、何ですか、ひやみかち節、とっても早いんで、てん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 ってやるんですけどね、まあ、踊りたい方は踊ってください。あとね、お手伝いで次に出てくるね、若いアーティストのね、メンバーの一人です、太鼓お手伝いしてもらいましょうね、八木智恵ちゃんです、かわいいでしょう、はい、ではお待たせしました、じゃあね一曲お届けしましょうね、はい、ひやみかち節です、はい、皆さん大きな拍手を。